ポッポロポーありがとうポロポー。おう、弟子よ。ミコにも射程はできたんだよな。気持ちいいよ。正直。快感を覚えてる。今までいなかったからね。ミコの射程になりたいと。自ら懇願してくるやつはいなかった。のんびりのんびり来る。気持ちいいよ。気持ちいい。ちょっと誤解を生んだな今。こっち側か。気持ちいいよ。どうしたどうしたどうした。急に気持ちいいよとか言ってる人いるんですけども。あるんだね。なおね。はいはね。ドイルさんとミコさんとまつりさんとしかすれ違ってないけど。ミコさん、気持ちいいおい、先輩って呼めよ、先輩って。いや、でも、ちょっと待って、そう、気持ちいいとったんよ、だって言ってたよね。気持ちいいって言ってた。やったなって思った。やったんか？ち、やってた、そ、え、違うよ。ですわとか言ってたけどな。違う、違う。ミコは、後輩に、こう、慕われて、ね、気持ちいいなって。言ったわけよ。怪しいな。怪しいな。本当だ。ちなみに気持ちよかったな。まつりとラプチさっき言ったから、なんで気持ちいいって言ったの？まあここが白だって。まつりそんなことやったんですか？白って言って。気持ちいいって？一番こよこよがミコのこと射程になったから。気持ちいいなって。そうなるとだよ。まつりから見たら星松がこよのせいで気持ちよくなってまつりには。さっきさ、だってさっきラプラスと祭りでさ、なすりつけ合ってたよ。説明しんど。でも、ラプチは、多分だけど、ラプチが、声の。